おはようございます。本日も何しようかな。なんか作物をちょっとチェックしようか。我が価値あるジョージアマートのお客様へ、なんかいろいろ書いてあるけど、削岩作業は完全に合法で、なんか正当化してますけど、見て見ぬふりをしよう。はい、これって水って毎日やらないといけなかったりするかな。あ、そうみたい。ちゃんと与えてるところが濡れてるところを見ると、一応毎日水やりしよう。で、この作物は4日かかるんだっけね。地道に育てていこう。そうだ、お魚を釣るっていうことを前回決めた気がするな。だからこれ水をやって、で、よいしょ、お水入れて、ニシンをあと2匹釣るんだっけ。よし、こう真ん中が気がかりだな。よし、 OK、 魚をまず売りに行って、それから、あ、これどうなってる水与えない。なるほど。これ入れることで、なんかなるんだね。まだ全然この世界がよくわかっていないというか、そもそも収納ができるのかできないのか、はっきりしてほしいですね。よし、魚全部売って、ニシンは残し、いや、ニシンじゃなくて、イワシは残しといた方がいいのかな。魚ここでも売れたりするかな。よし、下だっけ。スタードロップサルーン。そっか、サルーンとかにも定期的に、こんにちは。定期的に顔を出して、ちょっと迷子になった。オッケー、合ってる。もっといろんな知り合いを作らないといけないね。よし。ここ入ったことなかったな、そういえば。ちょっと覗いてみる？鍵がかかってるって。持ち主は誰なんだろうね。よし。まだ開店してなかったや。9時開店だっけ。あ、9時だね。ああ、釣りしてから行きたいけど、持てないからな。運よくイワシが釣れるかもしれないから、チャレンジしよっか。ダメだったらどうしよう。っていうか、もう9時だった。よし。平らな魚125。すごいね。ブルーギル74。お、すごい。ニシン。いくら、ニシンいくらだっけ ?37 で、イワシの方が高いんだね。で、カタクチイワシの方が高いんだ。じゃなくて、カタクチイワシは2つだから高かったのかな。そして平らな魚。おー、すごい、儲かったね。これ釣りだけやってたら、わりかしリュックも簡単に届くんじゃないかって、2000ゴールド思いましたが、釣れるだけ釣ってみよう。今日の目標はイワシをあと2匹釣ること。そしてできればナマズだっけ、もう一種類のなんか魚を釣るように釣るといいよって、そういうクエストがあった気がする。あ、急に急降下するのズルだ。オッケー。なんだ、おひょ、ヒラメの仲間なんだ。いいですね。なんか高く売れそう。持ってた方がいいのかな。この魚って生きてる？釣れた瞬間もう死んじゃってんのかな。寄贈とかして、その泳いでるところを眺めてみたいなって思ったり思わなかったり。さあ、静かなこのひとときよ。よし、ずっとそこにいてくれ。このね、
黄緑バーがバウンドするから。あ、イワシ、あと一匹だな。よし、さあ、昔ニーヤで魚、木魚、薬魚だっけ、薬魚ひたすら釣ってた思い出が今よみがえる。よし、あ、来ましたね。これでいいのかな。一応3匹だけど、来ましたか。ウィリーに報告しよう。他のやつが消えちゃってるな。あ、違う、体力の無駄遣いをした。ウィリー釣れたよ。釣れたけど、ウィリーに報告。あれ、まずおひょ、おひょちょっと打って、もしかしてお店やってない時に、やってない時に話しかけた方がいいのかな。わからないな、わからないけど、そうしよう。よし、スロット2個分埋まっちゃったけど、これなんだろう。あ、知らないお姉さんがいる。こんにちは、エリオット。おじさん、お兄さんだった。ああ、みんなが待ってた新入りの牧場主か。君の到来は、君の到来で話題は持ち切りだったね。浜辺にある小屋に住んでいる。あそこに住んでんのエリオットなの、これ。そっか、なんかこういうとこって窓開けた時、その気持ちよさそうだけど、湿気とか大変そう。電化製品すぐダメになる、そんなイメージです。ここは誰のお家だろう。誰も住んでない、空き巣に入られ放題、落とし物箱、結婚記録、役所みたいなとこかな。うん、ティーセット、町長が、町長って誰だっけ、ルイスさん。へえ、じゃあそうだな、種をクエスト見てこよう。ないな。うん、誰かの誕生日かな。あさってがルイスの誕生日だね。みんなで祝ったりするのかな。あ、病院まだ。なんで誰もいないんだ。12時半だからみんなお昼を食べに出かけてんのかな。よし、うん、お金できたけど、どうしようかな。ウィリーに報告は、パースニップはもっと先だし、あと7人か。この人挨拶したっけ。こんにちは、キャロライン、今日はいい日ね。あら、お前が引っ越してきた、引っ越したばかりの新人か。いい感じだな、いい感じなんだ。あ、この人たちは挨拶してないね。あら、こんにちは、この小さな町によく来てくれたわね、エブリン。よかったらおばあちゃんって呼んでね。おばあちゃん、ふん、新しく来た人には必ずあらけららんって面倒でたまらん。わしの名はジョージ、ほらさっさと行くんじゃ。ふん、頑固親父って感じだね。テレビがつけっぱなしで、しかもなんかすごい、あ、つるんじゃないよ、なんかソファーが欲しいところはレックスは知ってるかもしれない。よし、これであと4人ぐらい、5人ぐらいかな。ここは入ったから、他にはん、ここは何だろう、行ってないお家はなさそうだね。あとここが瓦礫で、こっち行ったっけ、鍛冶屋。あ、行ったね、鍛冶屋とか行った。もう一回行ってみるか。はてなはてなはてな、え、意味深、はてなはてなはてながちょっと近いから、そこからまず見てみよう。ここは家具とかね、
確か売ってくれるんだよね。はてなはてな。ピコン。左だね。ん？本当にそう。違うな。この、もしかすると、ここの、これをどうにかしないと、これをどうにかしないといけないという、そういう感じなのかもしれない。もう一個、ここ入れるそうだから、ちょっと行ってみよう。丸の友達だけだ。丸。という感じですね。じゃあ、下のちょっと鍛冶屋寄っていこう。ウィリアムは何時まで仕事してるんだっけ？あれ、もしかしてこっからは降りられないかな？じゃあ来たところ戻ろっか。早く釣りをたくさんしてバックパック手に入れてもいいし、今のお金をまた種につぎ込んで、その後々の大きな収入に期待するっていうのもあり。ただその間は収集によるそのなんかそういうやつはあまり期待できないな。トラックでかいね。音楽いいな。落ち着く。ほっこりする。このトロッコはいつか使えるようになるんだろうか。こんにちは。道具アップグレード店。あ、鉱石だね。道具アップグレード。銅の延べ棒が必要なんだ。それに高い。この値段設定、1段階目の、ここから話しかけたら普通に話せるとか。あ、外の天気なんて俺にはあまり関係のないことだ。一年中店から離れないからね。カウンター裏から話しかければお話ができるんだ。あ、なんか集まってるね。ちょっと来た瞬間に解散するのやめてほしいな。なんか勘ぐってしまう。レンズ豆のスープ、まずいのかな。豆系ってなんか嫌いなお子さんが多いっていう、そういうイメージをなんかいろんなフィクションで植え付けられてるけど、ここはまだ用はなさそうだね。じゃあウィリアムのとこ行ってイワシを届けよう。で、やっぱ種買おうかな。どうしようかな。もう間に合わないかな。貯めようか。貯めるとしたら、もっと魚を釣る。あ、ウィリアム出てきたっぽいね。ん？違うな。話しかけられない。よくやったじゃねえか。イワシ釣りってのはワクワクするだろ。なあ、あいつらは、すごく釣りにくい場所にいつも隠れてやがんだ。これが報酬だ。おめでとう。やったぜ。もらった？あ、ここでもらうんだ。なんか、ウィリアムから手渡しじゃないんだね。じゃあ、もうお店も、そんなにこれから多分行っても閉まってしまうだろうから、釣りをしよう。釣った魚はもらえるんだな。いや、達成した時点でもう売ってしまって構わないという感じなのかな。お、引っかかったのか引っかからないのか。来た。よし、上がりすぎ。なんか上がるの早いけど、上がるの早いけどブレーキがあんまかからない。あ、難しい魚だった。釣り竿を強化したいね。なんだかんだ釣りが一番今のところ効率がいいんじゃないかって。種を植えて、そして釣りをする。その余った時間で釣りをすると。ただあまりにゆったりしすぎて。よし、あ、いけそう。あ、2頭追うもの、2頭思うの。たまには2頭追いたい。
よし、いけるか、頼むぜ。二頭もの二頭得る。苦戦してる。やったー、イワシ手こずらせやがって。石、石ゲットした。石って貴重なのかな。結構たくさん失ってしまったけど、もしかして大事なのかもしれないね。来た、海藻。海藻は食材として利用できる。エナジーを回復するんだな。エナジーを回復させてうまく一日でできる作業量を増やしたりできるんだね。時間の経過がかなり早いから、それを遅らせる何かがあればいいんだけど。ヒット。上がると見せかけて上がらない系魚。ニシン、でっかいね。36センチ。どんどん記録更新していく。さあ、午後7時になりました。釣りしてていいんだろうか。本当はもっと何かできることはあるかもしれないのに。釣りしてていいんだろうか。ただ一個のことをやる。一個のことをやるんだったらそれに専念した方がいい気がする。ニシン。よし。今持てる数が少ないからね。次ニシンかイワシ釣らないと取るか捨てることになってしまう。それか海藻でもいいし。さあ、海鳥も一緒に。あ、流木、ゴミなんだ。帰ろう。じゃあ明日もウィリアムに魚を売って、それからどうしようかね。ちょっと酒場寄ってこうか。サルーン。あ、黒い。ロビンは短期なんだ。彼女を気に入られるようにした方がいい。ん？ロビン。君たち夫婦だっけ？研究者と。たくさん人いるね。話しかけてなくさそうな人。アビゲイル。そうよ。この人話しかけてない気がする。セバスチャン。お前のことはよく知らないんだ。クリント。気がめいるだろう？ウィリー。ウィリー、夜は酒場にいるんだ。なんか小さなコミュニティだから、なんだろうな。マーニー、あなたがいることに気づいてないようだ。夜行くところも、ご飯食べるところも、みんな同じところで、友達になるなら木の方がずっと簡単よね。口数が少ない、多くないから。この人は話しかけられないな。これで全部話しかけたんじゃない？あと3人残ってるようだ。バゲティ。ああ、お腹いっぱい食べられるけど、高いな。今のは自分には、ちょっと高いね。パステルカラー。他には、ゲーセンはいつも誰もいないね。遊べるのかな？アドベンチャーブ、なんちゃら。え、射撃。ちょっとしたミニゲームができる。へえ、難しい。斜め方向に撃てないから。あ。こういうゲームの上手い人っているんだろうな。よし、大量発生する前に全部を一個ずつ処理していくのがコツなのかもしれない。全然うまくいかないじゃないか。あ、なんか落とした。アイテム使うとどうなるんだ。あ、散弾銃が出てきた。あ、ずっと永続なんだ。
これはいい。マウスカーソルどかそう。やばい。あー有限だった。もっと斜めに打てれば状況は変わるだろう。なんだこれ。あ、気が増えた。増えたところで、増えたところですぐにダメになってしまうんだ。あ、車輪、車輪使うとどうなる。車輪の歌。お、すごい。コーヒー、なんか懐かしさが。あ、これ一生できる。あ、足速くなった。ディリン。下から出てきたらヤバめですぞ。よし。あ、これ一生できるかもしれない。今こそこういう単純なゲームが求められてるんだ。なんか落としたかな？気のせいだ。やばい。なんでこんなにも下手なんだ。そして結構しぶとく生き残ってますね。やばい、いきなり殺しに来てる。あ、はい、面白かったな。コーラ75、高いんだって。よし帰ろう。てん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 。もっとスイングしてたらラグタイムなのにね。よし帰って、収納収納は結局情報はないままだけど、なんか売ろうか。あ、間違えた。ニシン、イワシ、ニシン、これを入れて、616で明日何か変われば売れたということで、おやすみ。お、レベル2、釣り竿スキルプラス1、クラフトレシピ、釣り餌が作れるようになったんだね。お、釣り、これ入れたやつだね。ニシン30ゴールドになった。ご視聴ありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。お疲れ様です。